はい、こんにちは、安田英二です。今回は事業を成功させる社長の特徴、これをテーマにお話していきたいと思います。私は現在400名規模の社長コミュニティを運営しています。今まで延べ3000名以上のビジネスリーダーを見てきたのですが、成功している人には特にこの5つの共通点がありました。この特徴に当てはまる人は会社の規模に関わらず成功されている人が多いんです。そしてこの特徴は誰でも心がけられることですので、ぜひ参考になさってみてください。はい、ということで早速話に入ってまいりたいと思いますが、まず成功する社長の第1の特徴は成長志向であるということです。経営とは終わりのないプロセスであり、同時に経営者としてのスキルや資質にも限界はありません。経営者の能力が一定レベルに達するとビジネスは確かに安定し始めます。しかしその安定感が過信につながると成長が停止し、結果的にビジネスは停滞をし始めるんです。社会は常に変化しています。そのため経営者が成長を止めてしまうということは、会社は相対的に後退しているのと同じ状態になってしまうんです。たとえ自分が現状維持をしていると感じていたとしても、実際には後退してしまっているということに他なりません。これは非常に危険な状態です。ですからこそ経営者は常に成長し続けるという意識を持つ必要があるんです。持続的な成長を遂げた企業はその結果として経営も安全で安定したものになります。さらに経営とは人による人のための仕組みです。この理念から経営者として成長は個人としての成長にも直結します。経営者が成長すればするほど組織全体も向上します。そしてこの成長志向を支えているのが素直さとか誠実さという特徴でもあります。経営者がよく陥る罠は自我の強さです。これは自分は特別で他人とは違うという自負から来るものですが、一見自信の表れのように思えます。しかしその思い込みがビジネス成長の妨げにつながるんです。独自性を重視することは大切なんですが、経営者としての成長を望むなら、この無条件の自己肯定が逆効果になるというリスクも理解する必要があります。他者からの有益な意見、アドバイスや提案も自分の方法が最良として拒否してしまうことは、実は成長の機会を自ら閉ざしてしまうことになります。自分のポジションを維持しようとするあまり、他人の意見は受け入れないというように、自分の考えに固執しすぎることは、環境が変化し続ける中では事実上の退化を意味しています。特にそこそこ成功されている経営者ほど新たな挑戦や変化を受け入れることを難しく考えがちですが、それは大きなリスクが伴います。しかし柔軟に他者の意見を取り入れるということは、経営者としてまた人間としての成長につながっていきます。自己の意見に固執すること、これが時には楽で魅力的に見えるかもしれませんが、長期的な視点で見てみると、それは成長の停滞を意味し、結果としてビジネスの衰退につながってしまうんです。要注意です。成功する社長の特徴2つ目は、失敗の正しい定義を持っているということです。多くの成功した経営者が事業でつまずいても深く落ち込まないのを見て、体はメンタルが非常に強いんだろうと思いがちです。しかし実際にも彼らは非常に繊細で、その繊細さが様々な問題に先に気づき、それを改善し成長している力となっています。ではなぜ彼らは繊細であるにもかかわらず深く落ち込まないのでしょうか。その理由は、多くの人が考える失敗イコール結果という定義とは異なり、失敗は成功までのプロセスであると捉えているからなんです。彼らにとって行動を起こせば初めは失敗するということは自然のことなんです。それを繰り返し繰り返し経験することで成功に近づいていくと考えています。失敗は
単なる一つの過程であり、成功への必要なステップと位置づけられているからです。多くの人が失敗を最終的な結果と捉えて行動を止めてしまう中で、成功する経営者たちは失敗を積み重ねながらも次第に成功へと近づいていくんです。このように失敗を結果ではなくプロセスの一部と捉えることで、彼らは落ち込むことなく絶えず行動を続けることができるんです。成功する社長の特徴3つ目は即時行動です。成功者は常に素早く行動し、すぐにやるという姿勢を持っています。私自身、以前は即時行動が苦手でした。何か後回しにしてしまうんです。しかし多くの成功している経営者たちを観察する中で、彼らはどんな状況でも迅速に第一歩を踏み出す人が多いということに気づきました。この経験から私は行動を改善するために1時間戦略と72時間ルールを設けたんです。1時間戦略と72時間ルールとは、何か新しいことを始めたいと思った時、1時間以内に決断し、72時間以内に具体的な第一歩を踏み出すというルールです。例えば英語を学びたいと思ったら、1時間以内にさまざまな情報を収集して方向性を決めます。そして72時間以内に英語の教材を購入するか、オンライン英会話の体験レッスンを予約するなど、具体的なアクションを実行します。この初動が目標達成の大きな一歩となるからです。この戦略とルールを実践することで、小さな一歩でもまずは行動を始めるということができるようになります。そして一度行動を開始すると、次のステップがずっと踏み出しやすくなるんです。行動を積み重ねることが経営者として、また人としての成長につながります。特にゼロから何か始める際や、経営の変革を試みるというような時は、明確な方法論が存在しないために、仮説を立てつつ積極的に行動を繰り返すということが求められます。そのためにも迅速な初動が非常に重要です。1時間戦略や72時間ルールは多くの人に支持されており、行動が苦手な人に特におすすめな方法です。何もしなければ成功はありませんので、このルールをぜひ使っていただいて、行動の第一歩を踏み出してみてください。成功する社長の特徴4つ目は知の基準です。数千人もの社長と仕事を通して関わっていくんですね。成功している人たちは知っているということの基準が違うんだということに気づきました。知っているっていうことイコールできているっていうこと。成功している社長たちは知っていることはできていることだと考えています。できているっていうことが知っているということであって、できていなかったらそれは知らないことと同じだと考えているわけです。反対に勉強が好きで知識はあるのになかなかうまくいっていない人は、知っていることをできていることのように錯覚しています。私自身も勉強したり研究したりすることは好きなので、自分への反省材料でもあるわけですが、知って満足している分野もあったりしています。ああ、なるほど、面白かったで満足してしまっているということなんです。できていないことは知らないことと同じであるわけなので、知っているだけでは私たち経営者にとっては何の意味もなさないんです。知っていることを自社で実践できたり現実化できるようにして初めて意味を持ちます。ですから、できていないということは知らないのと同じだということと考えるべきです。知っているだけで満足してはいませんか？資格を持っているだけで使いこなせていますか？経営者リーダーは実践者なわけなので、知っているというだけで満足はしていないということです。知っていることとやっていることを一致させる、知行一致、有言実行が大事だということなんです。成功する社長の特徴5つ目は経営を知っているということです。当たり前のように聞こえますが、会社経営者で成功するためには経営を熟知している必要があります。しかし実際のところ、多くの社長は経営を深くは理解できていません。そして経営とは何かを知らないままに経営をされています。
ですから当然のように失敗してしまいます。 87% もの会社が失敗しているのは経営が難しいからではありません。経営を知らない社長が経営をしているからなんです。あなたが家を建てようとしたとき、建築家が私は建築を勉強したことはありません、すべて勘で建てようと思います、まだ実績ないですと言われたらどうですか、どう思います。その建築家に30年ものローンを組んで何千万円も払いたいですか。あなたが搭乗する飛行機のパイロットが航空操縦学を学んでいなかったらその飛行機に乗りたいですか。あなたの大切な人が手術を受ける際、その医者が医学を全く勉強していなかったらその医者に手術任せますか。こうやって考えてみると恐ろしいことですが、経営の現場では同じようなことが実際に起こっているんです。成功する社長は早い時点でこの事実を理解し、集中的に経営を勉強する時期を作っています。そして学び続けていらっしゃいます。経営を知っているということは本当に重要なんです。私は当初経営を知っているということは成功する社長の特徴のリストに入れていませんでした。なぜならあまりにも当たり前で前提条件のような特徴だと考えていたからなんです。しかし現実は違いました。何千人もの社長とお付き合いしているうちにあまりにも多くの社長が経営のことを知らないということに気づきました。ものすごく単純な理由だったんです。多くの社長が失敗してしまう原因、それは経営を知らないからだったんです。はい、いかがだったでしょうか。ということで今回は事業を成功させる社長の特徴をテーマにお話ししてまいりました。細かく挙げれば他にも特徴ありますが、基本的な共通点はこの5つに集約されます。あなたはこの特徴に当てはまってはいませんでしたか。もし一つでも当てはまったとしたらその特徴をコメント欄でぜひ教えてください。またこの動画について何か質問がある方もコメント欄でお気軽にお問い合わせください。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日の動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。私のチャンネルでは自分の夢や目標を軽やかに最短距離で叶えていくためのヒントをお伝えしております。また私はビジネスに関わる全ての方が幸せに成功するための具体的な方法を無料オンラインサロン BMC で教えています。ご興味のある方はぜひプロフィール欄をチェックなさってみてください。それでは次回もよろしくお願いいたします。さよなら、さよなら、さよなら。